こんにちは、ストネクナゴです。今日は絵手紙風盤祭りを描きましょう。この動画では絵手紙の基本的な描き方手順や大切なポイントを押さえながら、私の線の描き方や色の塗り方をご紹介します。今日は絵手紙の線描き筆について、そして墨の濃さによる印象の違いなどをお話ししていきたいと思います。参考になると思いますので、ぜひ最後まで見ていってください。このチャンネルでは絵手紙の描き方解説や体験談をシェアしています。簡単に描ける基礎的な内容で、季節のものや身近なものをモチーフにしたり、日本やアメリカの年中行事をテーマに描きながら、その日のお題についてのお話などアメリカオレゴン州をベースに配信しています。今日のお題は盤祭り、匂い盤祭りとも呼ばれます。その名の通り、ジャスミンのような香りがするお花です。今日使用するお道具は岩彩絵の具、手すき画線紙と熊取筆と線描き筆です。今画面に映っている左側の筆が面相筆ですが、今日は一番右に映っている線描き筆、こちらを使ってみようと思います。上の筆は面相筆。私が以前の動画でアウトラインやメッセージを書く際によく使用している筆ですが、今日はこの絵手紙筆を線描きに使用してみようと思います。ちなみに長さがだいぶ違いまして、筆そのものの長さも違いますが、毛の部分は絵手紙筆は倍近くありますね。では色を作ります。キッション岩彩絵の具で匂い盤祭りのお花の色をまず作ります。お色は18番の紫。画線紙で色確認をして、濃度の違う3種類の液を梅皿パレットに作っていきます。3種類の色を作った後、濃さの違う紫がどのようににじむのか、グラデの出方を画線紙の上で確認します。濃さが違いすぎないように気をつけています。お次は葉っぱの色、127番の青草をパレットに取ってみました。もう少し明るい色にしたかったので、20番の若葉を混ぜてみました。混ぜた色を画線紙はがきの上で確認したら、薄めの色も作ります。この時にパレットに色を準備しておけば後で楽ちんなんです。緑色の準備もできたので、こちらもどのようににじむか画線して確認しておきます。一番濃い色がちょっと濃すぎた気がしたので、少しだけ水を混ぜてもう一度にじみ方を確認します。今日のパレット出来上がり。使用している色は画面左側に書いておきますね。今日のアウトラインはクレタケの絵手紙墨滴を使おうと思います。そのまま使うと結構濃い色になるので薄めています。あ、ちょっと薄すぎたかもしれません。少し調節をしてみました。では絵手紙筆を使ってアウトラインを描いていきます。線を描くときは実際のお花を目の前に置いて写生スタイルで描いています。花の中心の部分から描き始めました。実際の大きさよりも大きめに、特に中心部分は大きめに描きます。それからこのようにゆっくりと筆を立てて、筆のてっぺんを持って描いていきます。線を描く速度は1ミリ1秒速、とってもゆっくりなんです。この絵手紙筆はとても長いですね。私普段はアウトラインに面相筆を使いますが、それに比べてこの筆は4センチ長くて、筆の部分は倍近くの長さですね。少しだけ緊張しながらゆっくりと描いています。瞑想しているような気分です。この速さが実際の速さですが、この辺りから 2,3 倍早めに再生していきますので、ご注意ください。私の絵手紙は全てオリジナルデザインです。参考にしていただけると嬉しく思います。絵手紙は写生スタイルですが、絵手紙を始めた頃は写生のハードル高いなと思ってました。でも先輩方の絵手紙を参考にして練習を重ねた体験が写生を始めるきっかけになりました。
外枠の太い輪郭線を描き終わり、細かいシワや線を加え始めました。さて、このジャスミンのような香りの晩祭りのお花、ナス科で半耐寒性常緑低木、お花の時期が4月から7月でちょうど今頃なのですが、その色がとっても面白い特徴を持ってるんですね。そんなお花があるんですね。お花の色が最初紫ですが、数日後に白に変わっていくんです。さらに素敵なのは、一気に色が変わるわけではないので、この低木の中にいろんな色が入っていて、なんかまるで花火みたいなんですよね。このチャンネルでは初心者用のいろんな絵手紙の描き方をご紹介しています。ご質問やリクエストなどコメント欄にお待ちしてます。分かりにくかった点や、もっと知りたいところ、気に入っていただけた点や、書いてほしいもののご希望などとても参考になりますので、お気軽にコメント欄にお寄せください。そしてもしこの動画を気に入っていただけたら、チャンネルのご登録をよろしくお願いします。これからの活動の励みになります。色塗りを始めます。線描きはゆっくりでしたが、色塗りは手早くどんどん塗っていきます。色塗りを手早くする理由は、綺麗なにじみを作るため。和紙の上で色を重ねてにじませようとしていますが、色が乾いてしまっては綺麗ににじんでくれません。乾く前、薄い色の上に濃い色をのせれば綺麗なグラデができます。この順番が大切で、色を塗る順番、最初に一番薄い色をのせて、その上にそれよりも少し濃い色をのせていきます。濃い色に行くに従って、塗る面積を少なくしていくように気をつけてます。熊取り筆を使って塗っていますが、筆を立ててトントントンとリズミカルに大胆に塗っていきますよ。一番濃い色はそーっと少しだけ塗っています。にじみを楽しみながら、塗りすぎに気をつけながら。濃い色が際立った気がしたので、一つ薄めの色を少しだけ筆に入れて、にじませるために少し叩いてみました。葉っぱも同様に、一番薄い色から叩くように塗っていきます。お花を強調したかったので、葉っぱはとても薄めにしてみました。濃い色は影になっている部分に塗っています。この時気をつけているのは、塗りすぎないこと。白いところを残すように、それが難しいんですけど。メッセージを書いていきます。絵手紙は手紙ですので、必ずメッセージを最後に添えます。字も内容も普段着のスタイルで、心を込めてゆっくりと書いてます。匂い晩祭りのお花を見ていたら、この言葉を思いついたので書いてみました。メッセージを書き終えたら、お名前ハンコ、落款ハンコ、または手書きで名前を入れます。ハンコがない場合は、朱色で名前を書けば絵が引き締まりますね。この時、朱色を濃くすると、まるでハンコのような仕上がりになります。もう一枚濃いめの墨で描いてみました。超高速再生でご覧ください。この匂い晩祭りの花は、原産地がブラジルやパラグアイ、アルゼンチンなどの熱帯アメリカ。私が住むアメリカポートランドではお見かけしたことがありません。帰省中に日本で出会うことができたお花です。ふんわりした優しい色で、上品な匂いの匂い晩祭り、香りは夜に強くなるそうです。ただ気をつけなくてはならないのが、結構強い毒性があるということなんですね。特に果実や種子に神経性の毒があり、結構強い毒だそうなので、剪定などの時にもくれぐれも気をつけましょう。濃さが違う2枚、印象がちょっと違いますね。絵手紙で一番大切なのは、そうです、送ることです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。あなたの一日が良い一日でありますように。そしてまた次の動画でお会いしましょうね。ありがとうございました。